この動画ではシングルループコントローラーの設置方法や電源の配線方法など使用する前に準備を行う内容を説明します。最初は開コンと梱包品の確認です。シングルループコントローラーがお手元に届きましたら、このように開コンしてください。梱包内容の確認を行います。こちらがシングルループコントローラーの本体です。取扱説明書とパネル取り付け用金具が2個、電流入力用の抵抗モジュールが2個、熱伝対入力用の冷接点センサが2個、有線通信タイプを選択した場合はプラグ変換アダプタが同梱されています。梱包内容は以上です。次は外形寸法です。シングルループコントローラーの外形寸法は、高さ 144mm、 横は 72mm です。奥行きは 250mm、 300mm、400mm、 600mm の4つの長さを選択できます。ご注文した奥行きと間違いないかご確認ください。パネルカット寸法は縦 138mm、 横 68mm です。次は設置方法です。シングルループコントローラーを制御盤のパネルに設置する方法をご紹介します。本体の後ろについている端子カバーの幅は本体より大きいため、端子カバーを取り外して先に端子カバーをパネルの取り付け穴に通した後に本体をパネルの取り付け穴に通します。この際にゴムパッキンがパネル前面側となるようにご注意ください。取り付け金具のフックをケース上下にある穴に引っ掛けて固定されるまで取り付け金具のネジを締め付けます。液晶パネル前面には保護シートを貼り付けています。必要に応じて剥がしてご使用ください。次は電源に関する注意事項です。シングルループコントローラーに電源を入れる準備を行います。電源に関する注意事項を説明します。電源は本体横に貼られているラベルで低角電圧をご確認ください。交流電源と直流電源の2種類があります。指定された電源を入れないと正常に動作しません。また誤った電源を配線すると壊れる危険性があります。次は電源の配線方法です。電源の配線を行います。シングルループコントローラの裏面にある端子カバーを取り外します。電源端子は12番と13番です。左下のこの部分に配線を行います。電線は2平方ミリメートル以下、圧着端子は M3.5 のサイズを使用してください。直流電源の場合、12番端子にプラス、13番端子にマイナスを配線してください。
交流電源には極性がありませんので、プラス、マイナス、どちらでも構いません。また、端子カバーには端子番号図が印字されていますので、配線の際は合わせて参照ください。次は入力の配線方法です。流量計などセンサーからの計測信号をシングルループコントローラーに入力します。なお、センサーが2000式伝送機の場合はシングルループコントローラーからセンサー用電源の 24VDC を供給できます。端子番号図は端子カバーにも印字していますのでご参照ください。TV の1から 5V のプラス側を43番に、マイナス側を44番に配線します。次は出力の配線方法です。調節弁などの制御対象にシングルループコントローラーから出力する制御信号の配線を行います。出力 MV1 の4から 20mA のプラス側を3番端子に、マイナス側を4番端子に配線します。接続に必要な配線は以上です。配線に間違いがないことを確認してから端子カバーを元に戻します。最後は電源の投入です。電源を入れます。画面が点灯し、Mシステムと表示され、約2秒後にデジタル表示画面になります。ここまででスタートアップガイド準備編は終了です。ありがとうございました。